早見先生、なんでここ来たの？やっぱり映画のセッションを見て。渋谷先生、あと10年か。あの人に関わらない方がいい。生徒のお悩み吸い上げるサイト。これ新人の担当なのよ。モテる大人になるためにはどうしたらいいですかね。しかし生徒の人生相談ね。先生、なんて答えたらいいか全然わかんないです。渋谷先生ならだいたい教えてくれるよ。この一杯のために生きてるな。めっちゃ喋る。モテる大人になるために今彼らは失敗はいっぱいしたいね。若いうちにあれやってきゃよかったなって。打たないシュートは 100% 外れるからね。だいたい解決したかな。はいはい。あーよかった。渋谷先生がだいたい教えてくれる。